こんにちは。今日また引き続きお客様バイクチェックをしていこうかなと思います。ここ最近で多分何本か上がってるかと思います。年末から年始にかけオーダーをもらった方々のがだんだん組み上がってきて、結構紹介したいなって思うような車体が溜まってきてますんでね、どんどん紹介していこうかなと思います。じゃあ今回の紹介する車体がエンジンイレブンです。エンジンイレブン知ってる方も結構多いと思います。今ね、国内の代理店を大分県のチャーリーさんがやられてて、スフィダーレクリットにこうスポンサーしたりで、もうレースシーンではエンジンイレブン見ないことはなくなったんじゃないかなって思うぐらい認知されたフレームですね。で、その中で、今回紹介するのがクリット D っていうフレームになります。で、このクリット D、何回ももう動画でも特徴とか紹介はしてるんですけど、簡単に改めて紹介すると、クリット D は、まあ、名前の通り、クリット向けに多分作ってるんだと思うんです。エンジンイレブンがフレームの番手を6069番っていうアルミ使ってて、本当硬すぎずでも6061とかよりは柔すぎずみたいな、でそれでいて軽量っていう特徴を持ったフレーム素材で作られてます。フォークはフルカーボンで、ここの規格が、まあ、クリスキングとかだとインセット7って言われる、まあ、ここの中にベアリング、こっちは外にで 1.5 の 1.5 の規格になってます。ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、純正のヘッドパーツとかからカスタムするとクリスキングだったりフィルットだったり使えたり、結構面白い規格ですね。今回のお客様選んでもらったのがクリット D の中のリミテッドモデルになります。カラーでもう分かる方もいるかもしれないですけど、バスケのレイカーズをモチーフにして作られてます。僕バスケ関係全く詳しくないんで、ちょっとそこの話はできないんですけど、今回選んでもらったお客さんがもともと大阪店でビゴレリのスチールを購入してくださってて、3、4年前ぐらいに購入してくださってるのかな。その方から2代目としてお電話を年末にいただいて、で決まった車体になります。本当になんかわざわざそのお客さん関東にお住まいなんですけど、大阪にお電話いただいて頼ってくれて、でパーツの構成とかこういうざっくりこんな感じがいいんです、でフレームとかこんな感じでこういう感じで、もう本当こんな感じでっていう感じっていうのを聞いて、でなんかお任せしますみたいな。嬉しいんですけど、やっぱハードル上がるというか、なんかこうプレッシャーに感じる瞬間なんですけど、でもそうやって頼ってもらえたことが思い出になったこう1台かなと思って紹介してます。お会いしたことも吉祥寺店に僕が出張で行ってる時に一度だけお会いしてて、今回この紹介後にまた僕東京出張があって、その時にもう直接納品させてもらう予定です。なんかそういうエピソードありきの車体になってます。で今回の車体紹介なんですけど、クリット D でレイカーズのモデルで、まあお任せかつ使いたいところはお客さんの希望があったところが何点かあって、ホイールはまあ僕がずっとおすすめしてたピストンのリム、まあ、これ今も多分使われてると思うんですよね。ビゴレリスチールに使われてると思うんですけど、やっぱこれはもう使いたい、本当にむちゃくちゃ走るお客さんなのでタフに、でハブ前後ともフィルウッドで組んでて、でスポークをバテットスポーク、あ根元が太くてこの辺が細い丸スポークだけどバテットで、ちょっと軽量メインに考えて組んでます。エンジンイレブン自体もアメリカのメーカーなんですけど、ベースをアメリカのパーツで固めてます。ホイール、イーストンフィル、この2
ステアリングですね、この辺の周りがヘッドパーツ、フィルット、このフィルットのヘッドパーツ使ってる方あんま見ないんですけど、フィルットこの辺全部真っ黒なんだったり、まあ他のカラーもフィルウッドみたいなロゴが見えないんで分かりづらいんですけど、むちゃくちゃ厚みがあってすごい剛性ある作りしてます。でトップキャップだけねフィルウッドになってるんで、多分まあフィルウッドなんだろうなって思ってもらえるかもしれないし、まあ見る人が見ればあフィルウッドじゃんって思うようなさりげないところですねをフィルウッドにしてます。でステムをトムソンで、ハンドルこれは指定でエンビーにしてます。シート周りですね、シートクランプ、シートポストはトムソンです。キャリパーもねいろいろな種類がまあある中で、こんだけアメリカパーツ系で固めてるからっていうのもあって、今回はスラムにしてます。はい、また指定としてあったのが、使いたいって言ってくださったのが7号ですね。で7号でかつチェーンリングはリジリット、まあ、7号とかのこういう華奢な見た目のクランクにはリジリットの中でもこうカットモデル、この厚みがないモデルですね。5スパイダーに対してスッてこう見た目はまるようなやつ選んでもらってます。でちょっと特徴あるとすればこうマーブル模様にしてるので、そこら辺はカスタムしてます。で本当によく走られるお客さんで、耐久性っていうところに結構重きを置きたいっていうところもあって、タイヤをアジリストなんですけど、アジリストの中のデューロにしてます。これ本当結構丈夫です、まあ、これはたまたまに近いところもあるんですけど、このフレームカラーに対してむちゃくちゃこのアジリストデューロのデザインもマッチしてて、紫にちょっとシルバーに黄色、オレンジっていうのかな、もマッチしてる、まあすごい本当いい感じに組み上がった1台かなと思ってます。リアのホイール、フロントのホイール組み合わせとしてはローフランジ でイーストン でスポークも全部一緒なんですけど、そのお客さん今多分ビゴレシールはエフリム使ってもらってる、ちょっと曖昧だな、曖昧ですけど、結構それも初めてお会いした時もうなんかすごい乗ってるのが伝わる自転車だったんで、このホイールでこの自転車で今後走ること考えると、なんかどんな感じになるんだろうなっていうのは、また、まあ、僕もそんなに頻繁に会えないので1年に1回とか関東行った際にまた状態確認させてもらえたら嬉しいなとか思ってます。まあクリッド D 自体の紹介は今までもしてると思うんですけど、このモデルに関してはもう僕らの方には一応入荷予定がなしになってます。なんでこれがもう最後ですけど、エンジン11って結構そういうモデルが多いんですよ。自転車屋さんとコラボしてるモデルが何個かあったり、カラー展開がすごい豊富なんで、そのカラーがなくなるともう次の年までないとか。なのでエンジン11で悩まれてる方がいたら、まあ、これはもうちょっと僕らの方ではご用意できないんですけど、他のモデルとかで悩んでたら、なんかその時がタイミングと思って行ってもらえるといいフレームかなと思ってます。僕自身このクリッド D っていうのは友達が開催してるレースで1回か2回乗らせてもらって走りましたけど、結構癖は強いですね。であとサイズ感もねめっちゃコンパクトです。キュッと詰まってる感じでも、まあフォークの感じ、角度トレイルらへんとかはそんなに詰まってるっていう感じでもなく、今ビゴレリスチールこのお客さん乗られてるんで、なんか全然違った乗り感を楽しんでもらえるんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱ一番は、まあ、これは僕の個人的な気持ちですけど、わざわざ関東にあんだけ自転車があってエンジン11の取り扱いがある店がある中で、わざわざ連絡もらって全て任せてもらえるっていうのが嬉しいですよね、純粋にっていうところ、まあ、YouTube にこれをしたかったっていうわけではなく、紹介してお客さんに見てもらいたいっていう気持ちがむちゃくちゃあって紹介する一台になっています。
まあここ何個か多分いろいろそれぞれスタッフが紹介したいと思っているものを紹介していると思うんですけど、こんな感じでバイクチェックっていうのは定期的にやれたらなと思ってますので、ぜひ皆さんの自転車紹介してくれっていうのが逆にあったら言ってほしいですし、勝手にちょっと紹介させてもらいたいって思ったらお声かけさせていただくと思いますので、今後とも楽しみにしておいてください。ではまた。